今日のナイス川柳。ナイスな川柳を毎日更新中。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。かわいい川柳グッズを販売しています。概要欄のリンクからチェックしてください。禁煙の書き初めを終えて一服し、お題パフォーマンス。とも子1967。風呂掃除だけに出てくる歌がある。お題 CPU。 ピカラさん。正月の3キロ増は想定内。お題安心してください。まここちゃん。言い訳をマルチタスクで考える。お題 CPU。 まここちゃん。ソーダ水そこのチェリーを助け出す。お題救助。ピカラさん。ね正月ドレスコードは紺ジャージ。お題孫にも衣装。キリキリマイヨ。かじかんだ手で包み込むホット缶。お題ぬくもり。キラリさん。猫舌で君のコーヒー待機中。お題ぬくもり。ピカラさん。おごられる時は別腹数を増す。お題サポート。 JPGR さん。酔っちゃったイケメンいると弱い酒。お題パフォーマンス。とも子1967。初詣並ぶ家族の語り合い。お題ぬくもり。すすぐるぐるさん。2回目の交渉を望むお年玉。お題沸騰家けんさん。懐に温かカイロとお年玉。お題ぬくもり。ハゼ釣りさん。お年玉のお礼に G の絵毛を増やし。お題パフォーマンス。とも子1967。毎年よ福袋開け夢破れ。お題夢。ごまめさん。立ち上がり遅いが閉じるは俺速攻。お題 CPU。 泉心さん。ゴミ拾いながらジージはウォーキング。お題 MVP。 梅田川太郎さん。こんなとこまで似てくるの靴のヘリ。お題 DNA。 梅田川太郎さん。正解の話で似てる腹の虫。お題沸騰家関周さん。パソコンは妻より俺の指示を聞く。お題 CPU。 ゆりの花さん。犬がいた場所がほんのり暖かい。お題ぬくもり。あきそるさん。衣装を着た子供より親盛り上がり。お題孫にも衣装。すすぐるぐるさん。暮れからの残り物でのスペシャリテ。お題沸騰家シルバさん。嘘でもいいスナックの子のまた来てね。お題ぬくもりごまめさん。告白後ごめんにおどけてなんちゃって。お題安心してください。とも子1967。夢を見るよりも真面目に仕事する。お題夢。アキソルさん。また夢で終わったジャンボ宝くじ。お題夢。アキソルさん。